アイル・リマソールはキプロス・リマソールに本拠地を置く総合スポーツクラブである。本校ではサッカーチームを中心に記述するがバスケットボールチーム、バレーボールチーム、フットサルチーム、ハンドボールチーム、クリケットチームも抱えている。男子バスケットボールチームはヨーロッパ王者になった経験があるキプロスで唯一のクラブである。全競技を通じて240もの公式タイトルを 獲得しており、キプロスで最も成功を収めた総合スポーツクラブとされている。サッカーチームは AC オモニア、アポルニコシアに次いで、キプロスで3番目に人気のあるチームとされている。アエルは1930年10月4日に設立され、初代会長にはストブロースピタスが投票で選出された。サッカーチームの初試合は1931年1月6日の PSC 戦であり、6から1で勝利した。1934年に初の全国選手権優勝を飾ったが、これは非公式タイトルとされている。1934から35シーズン、初の公式な全国選手権である、キプロスファーストディビジョンが初開催されると、アエルは8クラブの創設メンバーの一つとなった。九百四十から十一シーズンには、 優勝プレイオフでアポルニコシアを2試合合合計4の3で破りリーグ戦初優勝を飾ったその後は12年間優勝から遠ざかったが1952から53シーズンに2度目の優勝を飾った1988から89シーズンのキプロスカップでは決勝でアリス・リマソール FC を延長の末に3から2で破り6度目の優勝を飾った それ以降は20年以上もトロフィーに見放され、2012年まで主要タイトルを獲得できなかった。2010から11シーズンは、期待を裏切る7位に終わり、2011年3月には、パンボス・クリスト・ボーロー監督が就任。2011から12シーズンは、ファーストラウンド開幕戦から5戦無敗、無失点と、ースタートを切ると、最終的に勝ち点60を獲得し、 2位の AC オモニアに勝ち点3差で首位となった。7失点はリーグ最小だった。順位を決定するセカンドラウンドでは2勝2分2敗だったが AC オモニアやアポルニコシアとの勝ち点差を守りきり1967から68シーズン以来となるリーグ優勝を飾った。ジョゼ・モーリーニョ監督の名前をもじってクリストボーロー監督はファンから パンボーリーニョというニックネームを授かった。同シーズンは、キプロスカップ決勝でも決勝に進出し、クラブ史上初のダブル達成のチャンスだったが、AC オモニアとの決勝では、ブラジル人ストライカーのアンドレアウベスに決勝点を決められ、0から1で敗れて、準優勝に終わった。1万4000人収容の多目的スタジアムである、トシリオンスタジアムを、ホームスタジアムとしている。 トシリオンスタジアムはオリンピアスタジアムという名前でも知られておりアポロン・リマソールとアリス・リマソール FC のホームスタジアムでもある。トシリオンスタジアムは事前家のペトロ・アイ・ザ・イローズの助けを借りて1975年に建設されたためスタジアム名に彼の名が付けられた。1984から85シーズンのキプロスカップ決勝 EPA ラルナカ戦の際には 1> 約1万5000人ものアイルファンがニコシアに駆けつけた。2008から09シーズンのキプロスカップ決勝の際には1万4000人ものアイルサポーターがリマソウルの GSP スタジアムを訪れた。計1万5000枚ものチケットが売られ、そのうち9000枚は1日で吐けたが、これは人口約90万人のキプロスでは異例の出来事だった。中心的なサポーターグループとして sy, f アエルが挙げられる。アイルのサポーターグループは、キプロス国内にとどまらない。現役首相、ボリス・ジョンソンは、アイルのファンである。ジョンソンは2011年に、キプロスを訪れ、君たちのサッカーはなんて愉快で楽しいのだろう。実に、素晴らしいと述べた。2007年には、5000人以上のアイルサポーターが、ラルナカで行われたアポールにコシアとの選手権決勝を、 感染した。ありがとうございます。